こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットを始めていきましょう。12月ですね。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。いいですね、ガチャ先に。ご存知ですか？メダルが増えていきます。さてですね、そんなに今回は有馬記念に出走いたします。東海帝王ビアハヤヒデレガシーワールド。そうだ、ビアハヤヒデに乗っちゃってるんですよね。一方武豊はベガ。難しいな。ミナイさんぐらいか。じゃあもうミナイ、松見木もいますけど、ミナイさん乗せましょう。重量がいい仕上がりです。これはそんなに嬉しく調教できないね。失敗したか。ご存知ですか？元気いっぱいです。あと一周しかないですからね。地図では確かに、思るんですけど、これ大根がいいって言ってますね。508キロだったかな。508キロですね。凱旋門賞、ジャパンカップと連覇しているので、有馬記念もしっかり、距離適正も大丈夫なんで、取りたいとこではありますよね。了解と。今週はレースがあります。状態いい状態出せそうだ。極秘調教か。さすがにここでするわけにはいかないですね。いや、わかるけど。気合い十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。まあこれで行きましょう。あと25周あるんですね。まあこれが終わればですね、 WBC 出します。1.3 倍、圧倒的1番人気。雪ですね。雪か。雪は初めて見たね。
圧倒的じゃないですか。あんまり視点が変わらない。これが4番人気ウィーニングチケットですね。柴田正人、ライスシャワー、的橋投手、気象荒れてます。1.3 倍で1番人気ビワハヒデですね。2番人気これ1993年のレースですからね。で、このレース実際に勝ったのは田原正樹騎乗、東海帝王、7番人気ですね。あ、5番人気か。7番東海帝王か。1年ぶりのレースだったということで。3番人気はジャパンカップを制したカーチヒロシ騎乗、レガシーワールドです。もうキャンターに入ってます。さあ見てください。やっぱり圧倒的に人気、メジロパーマの方がむしろ丸ついてんだ。よし、パーマ買ってみようか。あくまで負けた場合ですけどね、まあ、普通負けることは考えられない。あとは、東海帝王。結構2つ、両方ともオッズつきますからね。2番人気なのビアハイヒダ全然印ないですね。あと、石帝竜王が意外と印がついている。この印なんでしょうね。20枚ちょっとこの印どうやってつくのか謎なんですが、これでいってみましょう。2500m 不良ですね。カタナアラビアンは見ない勝見騎乗、武豊も岡部幸雄も別の馬に乗っております。つらい。さあ雪を溶かすか。年末をグランプリ有馬記念です。いよいよ大詰めを迎えましたグランプリレース有馬記念、12頭がスタートの瞬間を待っています。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。まあ、まずまず、あなたの夢は、高野アラビアンか、チケットが出遅れた、それとも、大きく出遅れたやつね。果たして先頭に行くのは、レガシーワールド、すんなりと先頭に立つことができるかどうか、メジロパーマーが上がってまいりました。まあ、メジロパーマーですよね。うちから1頭、9番、ベガ、それから6番、ライスシャワー、その外からは、東海帝王、ナイスネイチャーがその後ろ、注目はただ1頭、片野アラビアン、目下連勝中、外を通って、マチカネタンホイザ、ウィッシュドリーム、その内からは、石帝竜王、そしてその後ろから、4番、ウィニングチケット。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭行くメジロパーマー、3馬身リード、それから足毛の馬体三輪林で12頭、第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか、レガシーワールド、そして4番手にベガ、それから6番ライスシャワー、外から1頭7番東海帝王、そして内からはナイスネイチャー、それから圧倒的な人気の片野アラビアン、ね、大注目です。中段や後ろ、マチカネタンホイザ、外を通りましてウィッシュドリーム、どこでしょうか。そのうちに5番石帝竜王、ちょっと離れて4番ウィニングチケットでやります。流れるようにレースが展開されています。先頭はメジロパーマー、機嫌よく行っているのかどうか。その後ろ3馬身くらいあって三輪林で12頭が第3コーナーに向かいます。のやっぱり、ね、その外に12番レガシーワールド、そしてそのうちにベガ、6番ライスシャワー、そしてその外に7番東海帝王、それからもう1頭、もう4コーナー、1番ナイスネイチャー。ここにいた片野アラビアン、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。外からじんわりあるという感じですね。さあ中山競馬場は大歓声でやります。
おっと、どうだ、石庭竜王だ。石で鞭が飛んだ田中と石庭竜王。しかし石庭竜王が来ている。岩前姫が強すぎる。岩林でパタノアラビアン懸命に追う。石庭竜王嘘だろ。一着岩林で有馬記念勝ったのは10番岩林でだ。大惨敗ですね。残念。1着当番、2着5番、うわまさかの大敗。3番以上のように確定しました。ババがね、もしかしたら災いしたかな。いやでもこのババもいけますよね、この馬。レースを終えた馬が戻ってきました。どうなんだろう、道ある20丸だし全然いい仕上がりです。ダメじゃないと思うんだけど、もう少し増えてくれるとよかったのですが。ひとまず放牧です。何かご用でしょうか。ちょっと不可解ですね。凱旋門賞もクエストを達成しました。クエストを達成しました。ご存知ですか。聞いてくださいよ。レンコン柄ってなんだ。ね、WBC に勝って WBC と行きたかったんですが、これ大誤算ですよね。一応 WBC 出れることは出れるんですよ。ただねえ、ちょっと3着に負けたショックが大きすぎる。メルボルンカップはちょっと距離微妙に長かったかなとか理由はわかるんですよ。でも有馬記念2連覇してる馬じゃないですか。そう考えると不可解なんですよね。次回どうするかちょっと考えたいと思います。ただでは引けないですね。ドバイも出したいですからね。ダートも悪くないと思われるが、まあ、基本的には芝で、能力発揮できる馬だと思うんで、まあ、ドバイするか。ハルテンって出てる？ハルテンは出てますね。2着でしたが。ハルテンは距離が厳しいな。ひとまず考えます。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。